アンドレスイスマイルクユニャソカは、ウルグアイモンテビデオ出身のサッカー審判員。モンテビデオ近郊のリーグから審判としてのキャリアをスタートさせ、2010年に国内トップカテゴリーのプリメーラディビションの審判を務める。2013年から国際サッカー連盟に国際審判員として登録されており、2015年以降は南米サッカー連盟主催の国際大会である。 コパリベルタドーレスとコパアメリカで多くの主要な試合を担当している。また、2017年に韓国で開催された FIFA フフをマイナス20、ワールドカップでも試合を担当した。2018年に開催された 2018FIFA フフ、ワールドカップではコンメボルから選出された6人の主審の一人として選ばれた。6月16日に行われたグループ C の初戦。 フランス対オーストラリアの試合の後半、フランス FW、アントワーヌ・グリーズ前のボールを、ペナルティエリア内で奪った、オーストラリア DF ジョシュ・リズドンのプレーに対し、クーニャは当初のオファウルと判断して、プレーを続行したが、このプレーに対し、ビデオアシスタントレイフェリーのマウロ・ビリアーノが介入、オンフィールドレビューの結果、リズドンのファウルに判定を変更し、フランスにペナルティキックを与えた。 これは FIFA ワールドカップの試合における初めての VAR による PK へのジャッジ変更の事例であった。ありがとうございます。